スパイ大作戦。実行不可能な指令を受け、頭脳と体力の限りを尽くしてこれを遂行するプロフェッショナルたちの秘密機関の活躍である。おはよう、フェルプス君。危機に瀕した経済を立て直すため、南米の小国サンタレス政府はインカの財宝、金の工芸品コレクションを売却することになったが、財宝は運搬中にこの男、ジャック・コールによって強奪されてしまったのだ。その後、コールは逮捕されて地方刑務所に送られ、カルドーザ大佐の尋問によって奪った財宝の隠し場所の自白を強いられている。ところが、このカルドーザ大佐であるが、コールの自白を待って財宝を着服しようとしているのだ。そこで君の使命だが、財宝を探し出すとともにカルドーザ大佐の意図を暴くことにある。例によって君もしくは君のメンバーが捕らえられ、あるいは殺されても当局は一切感知しないから、そのつもりで。なお、このテープは自動的に消滅する。成功を祈る。売却を予定されていたインカの財宝は価格にしてざっと1,000万ドル。これを奪ったジャック・コールもジャック・コールだが、自国の経済的破綻をよそにコールを締め上げ、財宝の隠し場所を吐かせた上でそれを独り占めにしようとしているカルドーザ大佐もコールを上回るしたたか者だ。ところで、インカの財宝ともなれば、とてもカルドーザ大佐個人が直接処分できる代物ではない。そんなことをすればたちまち足がついてしまう。必ず然るべき小売ルートを通して売りさばくはずだ。突破口を求めるとしたら、おそらくその辺であろうが。ボブ、俺の相棒できたか？もうじきだ。あんたの身代わりだけに慎重に作らないことには。うまく頼むぜ。おとりだよ。大したもんじゃないか。時代をつけるのにどのくらいかかった？700年を一晩さ。ヘリコプターどうだ？手配してあるよ。ところで、カルドーザ大佐はロンドンのある男と通じてる。名前はハース。こいつが財宝の処分を引き受けるわけだ。小林屋でも大どころでしょ。うん。その小林屋が大佐のところへキーファーって男を差し向けてね、コールが場所を吐かない場合、宝探しのプランを練ることになってる。そこでキーファーに化けるか？その通り。キーファーのプランは分かってるのかい？いや、それは大佐も知らないよ。で、大佐にはこっちのプランに一役買ってもらう。主役？なあ、準主役。安心した。